年下の男は、松本清張の短編小説。小説新潮1967年6月号に、12の日も第5話として掲載され、1967年12月に短編集、死の枝収録の一作として、新潮社より刊行された。1988年にテレビドラマ化されている。35歳の大石勝子は、 今や新聞社の交換内の女ボスとなっていた。17年もいる職場は快適であった。たった一つ恋愛という楽しみがなかったのを除けば、そんな勝子に恋愛の機会が不意に訪れた。相手は子供子供した表金者、星村賢治で23歳の彼は住んでいたアパートの値上げを機に勝子のアパートに同居するようになった。最初は賢治を 子供扱いしていた、勝子だったが、やがて、12歳年下のケンとの結婚を決心する。勝子は、社内の後輩に結婚話を打ち明け、社内全体に話が知れ渡ると、堂々とケンと待ち合わせて帰るようになった。年齢差からケンの浮気を心配するものがあったが、その時は、仕方がないわ、私それほどわからない女じゃないわ、と悟ったような顔で勝子は微笑んだ。 しかし、勝子は早くも、ケンの浮気を知らされた。勝子は取り乱して、騒動を起こすことはしたくなかった。が、自分の惨めさが、社内中に知れ渡り、皆に嘲笑され、職場での貫禄や、威厳も崩れ去るのが怖くなった。勝子は、何とかして、自分の対面が傷つけられることなく、ケンと別れたかった。ケンが死んでくれたら、誰からも軽蔑を受けることなく、 一人に戻れる。1988年9月26日、関西テレビ制作、フジテレビ系列の月曜サスペンス枠にて放映。ありがとうございます。